歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハギバーシモンハギでございます。今回はですね、この見慣れない場所での撮影なんですけど、こちらは本館の2階の香織先生がレッスンで使う、スタジオでやってるレッスンこっちでもできますよっていう場所なんですね。本館の2階の部屋になるんですけれども、でここがまあそれなりに広いのと、天井の高さが一般的な、なんていうんですか、お家の高さと変わらないんじゃないかなと。ここ襖の敷居があるんですけど、私の頭がぶつかるぐらいなんで、おそらく175センチだと思うんですよ。ちょっと低いのかな、普通もうちょっと高いかな。まあ古い建物なんで、もしかしたら今よりちょっと低いのかもしれないんですけど、まあそういう場所なんですね。で、ここで何をやるかというと、このトルネードスティックの素振り。ライブなんかでもトルネードスティックを家の中で振る、これがいいですよ、有効ですよっていうことをお話ししてたんですけど、実際にやって説明してるっていう動画が今まで ないので、下だとできなかったので、今回この2階でそれをやろうということで撮影をしております。トルネードスティック。これの室内での使い方ですね。当然、高く上げてしまえば天井当たりますと。この当たらないように振るっていうのが、私が思っているこれの一番いい振り方であり、私の理想のスイングなんです。私の考えている理想のスイングっていうのは、もうクラブ持たない、トルネードスティックも持たないでやったらこれだけ、フルスイングですよ、これだけ、上げる下ろすないんです。横の動きだけ。過去にね、草刈りのこの刈払駅のこの振りですよと、刈払打法、まあ、あの草刈り刈払駅、草刈りの刈払駅のあの動きが私の理想のスイングなんですよ。あの動きだけ、上げる下ろす入れない横の動きだけ。でも実際はある程度の長さがある、先端に、先端の方が重い、なのでその横の動きだけをしてもこうやって上がるんです。上がってしまうんです、先端が。これはトルネードスティックだからじゃなくて、通常のクラブでも同じなんです。ここと思っても実際はここまで行くんです。そういうもんなんです。でも多くの方はここに持ってこよう、ここまでやろうとしちゃってるので、振りが大きくなる。で、振りが大きくなれば軸が左右にずれたり上下にずれたりしやすくなるんですね。そのせいで当たりにくくなってる。で、当たりにくいイコール飛ばなくなる、スコアが悪くなるということになっちゃうんですよ。だからゴルフが難しくなっちゃってるんです。その上げる動作を入れない最高の練習がトルネードスティックをこの室内で振る練習なんですよ。実際やってみますと、私が外でやってるのと同じですよね。これだけ。ね、先端上がらないでしょ、上に。先端は上がらない。ただこのまま横にこう持ってくると柔らかいので、その反動で上にポンと来て背中側にこうやってぶつかるだけ。やってるのはさっき言った刈払いの動きだけなんだけど、その動きの中で、この先端の動きに、先端のこの先端が柔らかく右左と動く中で、手首肘がちょっと動いて先端がこうやって当たってくると、全然天井に当たる心配いらない、これだけだ。これだけなんです。これが私が考える理想のスイング、これが、これだけなんです。
これだけ終わりこれだけなんですよ。だから全然高さいらない。この横だけこうやってちょっとあれば、この部屋何畳なんだろう。そんなに、あ、でも8畳よりはあんのか。8畳ぐらいか。8畳2間、いや違うの、そっちの方が広いかな。これだけ、これだけなんです。これをね、何も持たないでやったらこれだけなんです。気をつけるのはバックスイングは回るんです。回る。ダウンスイングは体このままでこう行きたいんです。そうするとこの左足のこの形どっかで見たことないですか。林芳郎先生の打ち方なんです。まあ、林芳郎先生最初からこうやってつま先を内股にしてるっていうのもあるんですけど、私はこうバックスイングで回ったものをそのままこういくからこういう格好になってることが多いですね。そうすれば私の動画を、ラウンド動画見てもらえれば分かるように、そこそこ飛ぶで、それなりにそこそこのスコアになってくるんです。で、なんつったって自分でやってるのはこれだけだから、まあ楽楽すぎてちょっとこうやって腹出てきちゃったけどね。でも腹出てても全然平気。それか腹出てるとちょうどいいの、これ。この腹肘で挟んで、これだけだから。これだけだから。で、あとはこれだけのスイングに合わせたクラブにすれば、ものすごく楽になるんです、ゴルフは。めちゃくちゃ楽になります。で、ここでね、悪い例であげちゃってちょっと申し訳ないんですけど、例えば先日、ハゲバンゴルフ侍やりましたけど、対戦相手、小手崎隆二さん。ね。他にも、スイング診断たくさんの方やりましたけど、皆さんここまでこう上がるわけですよね。ここまで持っていく意識がなくて、結果的にここに行ってるんであれば、まあ、まだいい。まあ言っちゃいいんですけど、やっぱ多くの方はトップはここですよ、フィニッシュはここですよと思ってる方が非常に多いんですよ。それって結構柔軟性と筋力が必要なんですよ。だ、それをね、そのスイングをやるためにストレッチしてますよ、トレーニングしてますよっていう方はもう私のチャンネルを見る方ではないのでね、もうその方は他のチャンネル行ってください。私のチャンネルは中高年エンジョイゴルファー、まあ、別に競技ゴルファーでもいいんですけど、できるだけ体に負担をかけたくない、そしてなおかつなかなか練習に行けない、なかなかラウンドに行けない、でも楽しくやりたいんだ、それも長く楽しくやりたいんだっていう方のために、私はこういうスイングがいいですよっていうお話をしてるわけですね。自分でやるのはこれだけでも、これはトルネードスティックだからじゃなくて、実際のクラブでもまた上がるんですよ。ここまでと思ってても、この先端のこの重みのこの動きで肘的にもこうやって動きますから、勝手にこうやってなるんですよ。実際は、実際ここじゃないんです。この先端上がる動きでほらここまで来るんですよ。これがクラブを持ったらもうコンパクトなトップですよね。腰も回ってる、肩も回ってる、体重もこっち乗ってるんだ。っていうことなんです。そういうものすごく体に楽なスイングを一番覚えやすい場所がこの室内なんです。なんでって言ったら、振りすぎたら天井当たって怒られちゃうでしょ？お家の人に。奥さんに怒られちゃうでしょ？なのでね、このトルネードスティックのロングのソフトをこうやって室内で振るのが最高の練習なんですよ。今も言いましたけど、振りすぎたらこうやってどっか当たっちゃって危ない。勝手に振らなくなるのか、これだけになるんですよ。ほんとね、これだけね、家の中でやっててね、練習場行ったらね、びっくりですよ。例を挙げると、ずーっとスライス打ってた人が、あれ、何、あれ、今の
もしかしてドラゴンボールじゃないのって玉筋変わっちゃったり、あとは家の中でこうやって振ってて、ね、練習場に来ました、あれなんで私のクラブこんなに柔らかくなっちゃったのって、そのぐらい変わるんですよ。飛んでいく球も変わります。これだけでいいんです。これが私がおすすめする体に優しいスイングでございます。でね、これ簡単なんですよ。簡単なの、もう誰でもね、すぐできちゃうんです。で、すぐできちゃうとやらなくなっちゃうんですよね。あとはこれだけでいい球出てると、で、それなりに飛んでると、あれ、じゃあもうちょっとなんかやったらもうちょっと飛ぶんじゃないのとかって思っちゃうんですよね。で、そこをやっちゃうとまたおかしくなるので、家の中でこうやって振れば、あ、俺振りすぎてたんだなって自分で気づくからまた振らなくなるんです。これを、ね、飽きちゃう。これ簡単だから、これだけだから。だから別に、こんなね、毎日毎日とかね、一日年中、10分も20分もやんなくていいのかってちょっとやればいいのかなって言って、でそのやっていく中で、ああ確かにこれだけでもなんかすごい右足から左足への重心度を感じるなとか、ああヘッドが走るってこういうことなのかとか、あれなんか振りにくいな、じゃあ俺グリップがおかしいのか、ちょっと腕が張りすぎなのかとか、いろんなところに自分で気づけるようになってきますから、そういうもうね、自分と向き合うんです。これを振りながら自分と向き合って、だ私の場合はこれ今これ楽でいいんだけど、ただこれ振ってるだけだけど、で今度クラブ持った時に、あの弾道一直線の感じとちょっとここが違うなとか、あ弾道一直線こうだったからこうやってやってみようかなとか、あそうするともっと楽になるなとかっていうのを考えながらやってるわけですね。そうやってまずね、自分と向き合うっていうのがすごく大事なんで、あの人こうやって言ってた、あそこのチャンネルではこうやって言ってた、あのプロこうやって言ってたからやってみようじゃなくて、自分自身と向き合って自分自身が振りやすい振り方を見つけていくっていうのが非常に重要だと思います。それがやりやすいのがトルネードスティックのロングソフトで、家の中でこうやって振る、まあ、家の中じゃなくてもいいんだけど、なんか振りすぎると天井当たるなとかどっかぶつかるなっていうようなところでやってると、その無駄のないスイングっていうのに近づいていきますので、ぜひ試していただければなと思って、今回このような動画を撮影しました。最後までご視聴くださった方、ありがとうございました。パーシモンハギでした。ごきげんよう。ありがとうございました。